おお、いましたね。おお。シャコさん、外れちゃいました。一匹目です。今シャコ1 シャコとサビキだけども、やってるんですか、やってるんですか、やってる、いない、その通りどこで、あそこで明かりつけてるとか、いないもんね。夕方見ててもだって1時間2時間ぐらい釣れてなかったよ。小さい小そばみたいのがいたけどね、小さい小そばみたいのが、新しいの来てないんだね、全然あれだもんね、これでは全然。何時までやるんですか、何時までやるんですか、これたら帰るわって。あ、朝ですよ、朝ですよ。いいのはってか、もうそれサビキ、ダイソーサビキを今つけたんだけど、全然いないもん。だってね、いないもんね、どうしたんだろうね。ねえ、これね、最近ちょっと、いや、これ100ボルト今、バッテリーなんかあるんだ、ポタテンでやって今エンジン動かした。やだ、工事用だからこうやってね、光が拡散しちゃうからね、もっとこうグッと行きたいとこなんだけどね、これはちょっとなかなかね、中途半端な中国製もいまいちだし何時からやってるんですか、何時からやってるんですか。ああ、同じようなもんだね、いないもんね。いないのか食わないのか、いや普通見えるもんな、イワシでもガンガンこうやって来るもんな。いつだっけ、やってればまた来ると思うけどね。そう、回遊だからさ、まあ俺はもう仕方ない待つしかない。ちょっと朝まで、いやもう最初から泊まり、はい、うん、もうな、釣れようが釣ればいいか関係ない、はい、一緒に朝までやりましょうよ、朝までやりましょうよ。え、病院か、あ、病院か病院か魚が見えないんですけども、どうしたらいいんですか。孫来ますよ、孫、孫何時来るんですか。孫何時来るんだか分かんない分かんない、10時から11時。ああ、そういうあれだ、時間だ。いや、ダメだね。これだと、あれだ、おじさんちょっと集めないとダメだよ。孫に言われるよ。ガヤでも釣れないかと思ったけど、ガヤでも釣れないもんね。ああ、ガヤね。イワシはさっきはあわあわ来るんだけど。ああ、来た。ああ、食わないんだ。食わない。あいつらね。小そば、こんなちんこいヒラメ用の小そばが2匹ぐらい。あ、うん、あ、今シャコ1やんがったけど、もう少し食うかなと思ったら、ね、気合入ってるじゃないですか、いいよ少し呼んでくんないと、魚を、魚を呼んでくんないと思う。いやちょっと暗くなりかけたぐらいにバーって来たんだけどね、イワシ。でもまた来る可能性があるんじゃないですか。寂しいもんね、あっち側にも一組二組ぐらいか。そうか、もうちょい釣れればなんかな。
なんかちょっと楽しみが。